メガロポリスの空。
まりの皆さん、こんばんは。こんばんは。私たちは6人組アイドルグループスノークリスタルです。それでは自己紹介をしたいと思います。はい、リーダーピンク担当、萌えぴーこと萌えかです。萌えぴー。はい、グリーン担当、オッティーこと音羽です。はい、レッド担当、コッタンこと小羽根です。はい、ブルー担当、アリオことリオです。はい、イエロー担当、ルカリンことルカです。はい、オレンジ担当、アイカです。せーの、スノークリスタルです。よろしくお願いします。はい、ということで、今日はね、雪もたくさん降っててね、はい、ちょっとね、いろいろ感染というか流行もしてる中、ちょっとお足元のね悪い中、はい、お集まりいただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。ね、私たちも最後まで頑張っていきますので、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは続けて2曲お聴きください。冬景色。We'll be right back.
聞いてくださりありがとうございます。ありがとうございます。はい、ここで改めましてなんですけども、ご報告があります。先日発表にもあった通り、2月16日、ユニ冬祭りというイベントをもってですね、広沢愛香と、天坂小羽根が、このスノークリスタルを卒業するということになりました。はい、急な発表になってしまい本当に申し訳ございません。最後のライブまで一生懸命頑張りますので、皆さん応援よろしくお願いします。残り少ないライブですが、私たちに会いに来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで、6人、今日がね、ちょっと札幌ファクトリーさんで6人でライブできるのが今日が最後なんですよね。なので皆さんも最後まで目に焼き付けて、楽しんでいっていただけたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最後の2曲になりますが、聴いてください。イヤワカラー、ピンク、オレンジ、レッド、ブルー、イエロー、グリーン、スタークリスタル。偶然絶望の小さなスターの全開だ。
私たちからの告知をしたいと思います。はい、明日にですね、札幌雪まつり地モステライブに出演します。はい、場所は大通り1丁目、時間は6時からです。はい、なんとですね、そのライブの、ライブがですね、毎年、お世話になってるんですけども、 JCOM チャンネルで、はい、生中継されますので、見に来れない方もぜひテレビを録画して見てみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして11日は愛花と小羽の卒業公演となります。はい、はい、そして2月16日はユンニ冬祭り愛花と小羽の最後のステージになっています。はい、ユニ町という離れた場所でね、札幌から離れた場所のイベントなんですけれども、はい、ぜひ見に来てくれたら嬉しいです。はい、お願いします。先ほどもね、ちょっと溢れてはないか、ユンニ冬祭りの締め切りが2月1日までだったんですけれども、はい、卒業の発表に伴ってですね、はい、2月8日まで、締め切りを延長することになりましたので、ちょっとね、大イベントなので、そして2人の最後の、ね、はい、ライブなので、ぜひ予約していただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この後もそちらの方で物販もありますので、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。以上、スノークリスタルでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。